キメラアントの女王は気に入った場所が見つかるまで移動を繰り返す。その間、徐々に兵隊愛を増やし、自らに奉仕する軍団を作り上げる。いざ場所が決まると、大量の建築アリを生み、凄まじい速さで築城を進め、その後、女王は死ぬまで城の中で過ごす。つまり、もし体長2メートルもある女王アリが実在し、彼女が人間に目をつけたら、必ず村や町単位の集団失踪事件が起こるというわけだ。ないわね。一応過去半年まで遡ったけど、10人以上の集団失踪はないわよ。ねえ、個人の行方不明からは調べられないの？無茶言わないでよ。世界中で年間何十万人の失踪者がいると思ってんのよ。失踪者の数が異常に多い地域は調べられるだろう。意味なし。データが2年前だわ。目撃情報から調べた方がいいんじゃない？2メートルの昆虫を見た人もいれば大騒ぎになるだろう。もちろんやったわよ。そんな情報や噂はどこからも出てないの？やっぱり取り越し苦労じゃないのかな。そうそう。腕発見当日の海流データを出してくれ。腕が発見されたのがここ。さらに10日前に戻してくれ。その10日間で発見地点まで腕を運べる可能性のある海流域をピックアップ。どういうこと？本体と腕が切り落とされたのか、本体がどっかの島に打ち上げられた後かもしれない。なるほど。バルサ諸島全域が含まれるのね。ミテネ連邦も可能性に入るってことだ。ミテネ連邦？あ、NGL の自治区があるとこね。ああ、東ゴル島もこの島にある。この2つなら情報はまず出てこない。 NGL ってネオグリーンライフという団体の略称だよ。機械文明を全て捨てて自然の中で生活しようって連中が立てるのに。ここよ。通信手段は主に手紙、交通手段は主に馬。意図的にここへ文明の域を持ち込んだのは極刑。87年には潜入
入社会を試みたテレビクルー3名が捕まって1人が処刑、2人は現在も拘留中。人口は217万人、 99% がネオグリーンライフの団体員で、残りは支援ボランティア。もしもその国にキメラアントの本体が流れ着いていたら、 NGL の人たちはどうするのか。おそらく何もしない。以前強力な伝染病が蔓延した時も自然のままにと国際医師団の入国を拒否した連中だからな。仮に外界に情報が漏れたとしても、そうなる頃には手遅れだ。あの腕の持ち主が本当にキメラアントの女王なら、すでに巣の建設を始めていてもおかしくない。勝負。ああ、俺とお前どっちが太陽の人間を女王様に持ってこられるか勝負しようじゃねえか。お、いないのか。おい、勝負しろ。しようだ。俺に命じてるのか。なぜ俺がお前ごときの命令に従わねばならん。俺に命じることができるのは女王様だけだ。とか言って負けんのが怖いんだよ。俺様の軍団は勢ぞろいだからな。この城のどの師団にも負けるわけねえ。おお、そうだ。どうせならお前だけじゃなく他の師団長にも声をかけよう。みんなで女王様のお喜びになられる。よし、じゃあ決まりだ。だが俺は餌の質にもこだわる。女王様にはより栄養価の高い人間を食べていただきたいからと。相変わらず硬いなあ、あいつは。それが奴のいいところよ。真面目一徹の忠義者だからの。きっと元になった人間の性格も生真面目だったのであろう。連れ戻してくる。よしな、無駄だよ。でも、こう毎日毎日森に行って朝から晩まで探し歩いてたら。そうだよ、あの人の方が倒れちまうよ。それでも探さずにいられないんだよ。それが親ってもんさ。もう何日になる？クルト君とレイナちゃんがいなくなってから。まるで神隠しだよね。ジャイロの命令だ。ジャイロ、何のことだ。俺たちが王の名前だ。
テネ連邦までのチケット。とはいえ NGL に入るにはまず隣のロカリオ共和国まで飛行船で行ってそこから陸路で行くしかないけどね。黒い噂の国には一苦労なんてね。黒い噂世界中の都市部で急速に広まっている飲むドラッグだ。その原料となるビラノキの原産地がミテネ連邦。中でも NGL の国内では全世界のビラノキの 80% 以上が生育していると言われている。つまり黒い噂って NGL の国内でその薬が。あくまで噂だ。誰かが確かめて公表したわけじゃない。なんせ閉鎖国家だしね。潜入捜査が見つかれば捕まって処刑されちゃうし。処刑？処刑じゃない？ああ、NGL の秘密を探りに潜入して捕まったんだが、例のテレビクルーのように処刑されたんだろうと思っていたんだが、その雑誌記者が密かに隠し持っていた通信機から発せられた最後の音声が傍受されてたんだ。それを聞かせてもらったら。どう？それだけじゃよくわからないけど幻獣ハンターとしてはこの目で確かめないわけにはいかないよな。じゃあ決まりだ。早速チケットを3人分用意するぜ。4人分よ。あ、ポンズ私も一緒に行く。ダメだ、今回は危険すぎる。君はまだプロのライセンスを持ってないし、何より場所はあの NGL だからよ。 NGL には文明の利器を持ち込めない。もし携帯や無線機を持ってるのがバレたら調査に入る前に捕まっちゃう。だからこそいざという時のために私が、いいえ、この子たちが必要だと思うの。手紙を持たせればどこまでも飛んでいくわ。なるほど、確かに便利だな。今さらだが確かめておきたい。本当に一緒に来るか？もちろん。本当、今さらって感じ。 NGL 国内がどんな状況なのか全くわからない。巨大なキメラアントがすでに大量に発生し、人間狩りを始めている場合もある。万が一そうした場面に遭遇した時には、俺は彼らを助けることを優先し、お前たちまで手が回らないかもしれない。自分の身は自分で守る。それが連れていく条件だ。うん、わかった。大丈夫。逆にもし俺が危険な状況に陥った時には、構わず逃げろ。いいな。なかなか大量だ。まあ、でも俺様の軍団の半分も取れてねえよ。俺は質にこだわる。お前と勝負しているつもりだね。まあいい。それより聞いたか、あの亀じじいが人間の反撃にあったそうだ。反撃？それはおそらく銃というものだな。銃？簡単に言えば弾丸と呼ばれる金属の弾を火薬の爆発力によって撃ち出す筒。人間が最もよく使う武器の一つだ。何を言ってるやらさっぱりわからん。詳しく知りたければ本を読め。本はいいぞ。人間という生物の考え、行動、その社会についてさまざまなことが学べる。ならば一つ教えてほしい。人間も軍隊を持っているのか？軍隊？そう、あれはまさしく軍隊。
我々と同じように組織され、強い権限を持つ指揮官によって率いられた軍隊に相違ない。そうじゃ、もう一つ尋ねたい。名前か、知らぬのも仕方がない。それは人間にあって我々にはないものだからな。簡単に言うとだな。しかし人間の中にもいるんだな。ただ泣き叫んで逃げ回るだけじゃないのか。別に驚きはしない。俺とお前の性格が違うように人間にも様々な個性があって当然だ。何しろ俺たちもその血を引いてるんだから。師団長ども集まれ。師団長ども集まれ。女王様のお呼びだ。師団長ども集まれ。女王様からの信号って頭痛くならないか。耳鳴りもキーンってするしね。女王様も私たちみたく話せたらいいのね。これより私は王を産む熟女に専念する。ついては一日50回人間を私に届ける。奴らだ。自己主張し、名前などというものを欲しがり、主のために競うように功をなそうとする反面、頑なに功を重んじる。それを面白いと思う私もまた変わり者か。おそらく薄くではあるが、私にも人間の血が混じっているのかもしれん。でもどうだ、この確固たる予感。もはや過去を思い起こすがごとく、生まれくるそなたの姿が浮かぶ。我が王よ、そなたは必ずやこの世界の頂点に立つ。名前か、それもまた一興。王直属の参戦士、お前たちの名は私自らつけてやろう。決めた？何を？出発前にカイタに言われたじゃん。俺が危険になったら構わず逃げろって。ああ、なんか有無を言わせぬ感じだったよね。うん、だから二人とも結局返事できなかったけど、あれからずっと考えてたんだ。ジェンに認められたカイトほどの人がそんな状況になることがあるのかなって。ジンは何か目的があって俺とカイトを会わせたってキルは言ってたよね。おう、その予測は多分当たってる。目的が何なのかまではわからないけど、どんな状況でも途中で投げ出したら即アウト。俺はジンの期待を裏切る。もちろん俺自身も俺を許せない。だから逃げない、そう決めたんだ。僕真剣な顔して言うから、もっと深いこと言うのかと思ったら結局いつものもんじゃん。え？
できるわけねえよな。なんか悩むだけ無駄って言われてるみたいだけど、だったらキラーはどうなのさ。俺は現場主義だからその場で考える。逃げる場合もあるってこと？時と場合による。なのその時になってみなきゃ分かんねえよ。一路、ミテネ連邦へと向かって進む。そこで彼らを待ち受ける過酷な運命をまだ誰も知らなかった。
ハンターチームだろう。みんな大きな虫を探しに？いや、さすがにベテランは抜け目がない。どこからかちゃんと情報を仕入れている。でも本当にいるのかな、人間を襲うほどの大きな虫なんて。もちろん常識じゃ考えられない。でもあいつらが聞いたというあの無線機から。自然保護区でまだ学会にも報告されていない動植物も数多く生息していると言われているし、その中に人を襲う虫がいても全然不思議じゃない。もし巨大な虫じゃなかったとしても、結果
200件の動物だと確認できたならそれはそれで OK。 駆け出しの幻獣ハンターの俺にとってはとにかく実績を作ることが肝心。ここまで来た以上なんとか結果を出さないと。一番で飛び立った偵察部隊の報告によれば、南西方面 MA18 地区に新たな人間の村を発見したということだ。歩数12、推定居住人数は20から60体。ほう、結構でかい子じゃん。まだそんな村が残ってるんだ。そっちは大方取り尽くしたと思ってたけどね。早速この村を本日の攻撃目標に組み入れ。コルト、行ってくれるか。了解。なんだよペギー、俺じゃねえのか。 G級は当初の予定通り北西部を担当してもらいたい。ザザンも同様。北西部にはもう大した村が残ってないじゃないの。残ってても生きのいい若い人間がいなきゃな。逃げ回るのと捕まえるのが面白いのに。 G級、狩りは遊びではない。女王様への奉仕だ。我々は決められた数の人間をきっちり捉えてくればよい。分かってるってコルト、仕事はきっちりやるよ。まあだパン、決められたノルマは守るわよ。でも狩りの方法まで指図されたくないわ。私は私で勝手にやる。逃げ回る人間を狩るのはやっぱり楽しいもの。なんだと。んじゃ、まあそういうことで。エコーデータだ。ゴルトもあんまり根詰めんなよ。適当に息抜きしながらやった方が仕事はうまくいくっていう。何が勝手にだ。師団長があれでは兵に示しがつかん。何が勝手にだ。師団長があれでは兵に示しがつかん。それぞれ名前を持ったのは軍の統率にとっては便利であったが、自己主張が強くなったのは問題だな。その問題が軍機の緩みにもつながりかねる。早めに手を打たねば。確かに引き締め策は必要だな。この師団長会議にも未だにメレオロンとユンジョが姿を見せておらん。メレオロン、隠れてないで出てこい。言っとくが、ユンジョがいないのは俺のせいじゃないからな。咎められると思って隠れていたのか。軍を率いる師団長ともあろうものが。ユンジョはどこだ。なぜ来ない。ほら、やっぱり怒る。だから嫌なんだぜ。誰でも俺のせいにされるし。隠せばお前も罪に問われる。それでも言うよ。別にあいつをかばおうなんて思ってねえし。あいつも勝手に言ったんだぜ、人間なりに。何？どこの地区だ。新たに発見した村か。ちげえよ。ほら、反撃してきた人間がいたじゃん。銃とかいう武器を持ってさ。ユンジのやつ、そいつらみんなペットにするんだって息巻いてたぜ。こんなへんてなところに何があるんだか。
気を引き締めていくぞ。アリの前に NGL も題目通りのエコ団体じゃないからな。分かってる。どのようなご用件？ハントだ。この国に隔離指定生物が逃げ込んだかもしれない。ハンターならば無限に遊撃をお断りすることもできませんが、どうぞ。パソコンとか機械あるじゃん。ここはまだ NGL 国内ではないですから。外交業務として主に情報交換に使用します。国の中に同じような施設はあるか？いいえ、全くありません。 NGL 国内には一切機械の類はないのです。当然外から来られた方々による持ち込みも固くお断りしております。したがって金属、石油製品、ガラス製品など心当たりのあるものは全てこの場で外していただきます。はい、服、ベルト、靴、下着などにプラスチックや化学繊維、金属が含まれていたら脱いでください。冗談じゃないわよ。ここで裸になれって言うの？ご心配なく。この上に天然素材の商品がございます。他にも体内にボルトや歯科治療のインプラント、金、銀、成形のシリコンゴムなどを有し、この場で摘出不可能な方は入国をお断りしております。残ったのはこの5人か。お前たちは最寄りの町で待機してくれ。2週間以内に一度ここに戻り連絡する。了解。あちらが検問所になります。こちらで身体検査と質疑応答の後、金属探知機と X 線装置、さらに超音波装置での検査を受けていただきます。随分厳重だな。以前体内に部品を埋めて銃を持ち込んだ方々がいらっしゃいましてね。直腸にカメラや携帯電話を隠すのは当たり前。入国した後で訓練した動物にノートパソコンを運ばせようとした方もいらっしゃいましたね。全員問題ありませんでした。お疲れ様でした。さあどうぞお通りください。ようこそ MGL へ。巨大昆虫の目撃？そんな報告はありませんね。仮にそんな生物がいたとしても大騒ぎするような人はこの国にはいませんよ。もしも動物に襲われて死んでも、それは自然の生物としての我々の寿命なわけです。チェックしていくしかないね。全部回ってみて何の情報も出なかったら、多分本体はこの国でもないってことだよ。ここの連中の言ってることが本当だとしての話だけどな。ずっとついてきてるね、あの二人。特殊言語地区や未開の部族との交渉役とか体のいいこと言ってるけど、監視だろ、あの二人。まあもともとこの連中に何も期待はしてない。俺の勘が言ってる。
ここにいるとな。動くんじゃねえぞ。死んじまっても責任取れないからな。獣の分際で人間様に指図すんじゃねえ。分際、人間様、わからないね。俺とオタクでどこが違うんだ。うるせえ。やれやれ。質問にはちゃんと答えろって親に教わらなかったか。救えねえぞ、おっさん。生まれ変わって出直しな。ああ、やっちまった。殺しちまったら保存しておけねえだろ。今日中に肉団子にして女王様に差し出せばいいだろう。勘に触るんだよ、こういう野郎は。身の程ってものを知らねえ。こそこそ逃げ回るようなら可愛げがあるってもんさ。昨日は逃げ回る子供を後ろから撃ったじゃねえかよ。俺に任せれば餌が暴れることもなくスマートに捕獲できるのによ。動くなってのは俺に言ったんだよな、師団長の俺によ。え、あんまり調子に乗るんじゃねえぜ。心の広い俺だから多めに見てやってるんだぜ。そんなに殺しが好きなら救助部隊に志願したらどうだ。救えねえ。しまうぜ。ラモット、何してる。何って獲物を運んでるんだよ。いや、わかるだろう。獲物は厳選しろ。何度も言わせるな。そんなもの何の足しにもならぬ。それに今日のノルマは終わった。運ぶだけ無駄だったら俺が食ってやるよ。何、どうせいつかは食われちまうんだ。これは命令だ、ラモット。まったく、勝手な奴らが増えて困る。別にいいんだよ、俺は好きでやってんだ。なんならこれ持ってくか。死んでるからダメか。お前らどこの部隊だっけ。ギンギン。ああ、ザザのか。あのいけつかない女のとこで。なんだよこれは。ひどい。誰かが銃で応戦してるんだ。誰だよ。 NGL には銃を持ち込めないはず。こいつらは DD を密造している NGL の裏の連中だ。え、この傷、とても人間技とは思えない。じゃあやっぱり。まだ断定できないけどね。これ
れがその化け物の仕業だとしたら、このメンバーではとても太刀打ちできないだろう。プロハンターに連絡を取ろう。頼むポンズ。分かったわ。才可爱。暴走するキメラアントたちはついにこの国の影の支配者にまで迫っていた。空運急を告げる NGL、 オンたちは今その真っ只中に足を踏み入れようとしている。